グースクリークはアメリカ合衆国サウスカロライナ州南東部のバークレー郡に位置する都市である。2010年国勢調査での人口は35,938人だった。チャールストン海軍武器基地の敷地の大半がグースクリークの市内にある。アメリカ合衆国行政管理予算局が定義し、アメリカ合衆国国勢調査局など、 連邦政府機関が統計の目的に利用する大都市圏としては、チャールストンノースチャールストンサマービル大都市圏に、またチャールストンノースチャールストン都市化地域に属している。グースクリーク市は1961年に設立されたが、その歴史は数世紀前まで遡ることができる。開拓初期の時代、チャールストンの北数マイル、クーパー川の支流で、 グースクリークと呼ばれた水流に近く、一軍の開拓者を表現するために使われた言葉が、グースクリークの人たちだった。彼らは初期のインディアン交易では、指導的な存在となり、1690年代までに多くの者が植民地政府で重要な地位についた。当初のグースクリークの人たちは、インディアンの奴隷を扱ったが、後には、鹿川の交易が主流になった。 植民地時代の総督になった者として、ジェームズ・ムーアやロバート・ダニエルが、グースクリークの人たちの出身だった。グースクリーク市内にあるアメリカ合衆国国家、歴史登録財に指定される者として、オトラント・プランテーション・インディゴ・ーダルや、セント・ジェームズ教会がある。グースクリークは、バークレー郡南部に位置し、座標では、北緯33の例部、整形8度二部。 北緯33.000度整形80.033度33.000-80.033にある。市の東はクーパー側とバック側であり、南東はチャールストン市の外郭部、南西はハナハン市とさらに西にチャールストン軍のノースチャールストン市、西は国勢調査指定地域のラドソンと接している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 超域全面積は40.8平方マイルであり、このうち陸地40.1平方マイル、水域は0.77平方マイルで、水域率は1.88%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。チャールストン大都市圏の一部にはアメリカ軍の諸部隊が駐屯している。冷戦時代、海軍基地が国内第3位の軍港となり、 80艦以上の艦船や潜水艦が母港にしていた。さらに、チャールストン海軍交渉がフリゲート艦、駆逐艦、巡洋艦、潜水母艦の修繕を行った。この交渉には原子力潜水艦の燃料補給設備もあった。当時の武器基地は、大西洋艦隊弾道ミサイル搭載原子力潜水艦全艦の実装基地だった。 弾道ミサイル搭再原子力潜水艦、ブルマーの2個戦隊と潜水母艦が武器基地を母港にし、一方、巡航ミサイル搭再原子力潜水艦の攻撃戦隊である潜水艦第4戦隊と潜水母艦が海軍基地を母港にしていた。1996年、この基地の大西洋ポラリスミサイル設備が閉鎖され、 2500個以上の核弾頭とそのユム -27 ポラリスミサイル、ユム -96 ポセイドンミサイルの潜水艦発射弾道ミサイルはアメリカ海兵隊安全確保部隊によって保管、維持、保護されている。2010年空軍基地と海軍武器基地が合併してチャールストン合同基地となった。この基地は広さが2877エーカーあり、 53の軍事部署と政府機関が入り、空兵、水兵、陸兵、海兵、沿岸警備兵、国防総省コインとその家族、及び退役者7万9000人以上にサービスを提供している。グースクリーク警察署は、市役所や私立裁判所とともに、マルゲリート・エイチ・ブラウン市民センターに入っている。法執行機関認証委員会によって認証された、 政府機関であり、地域警備手法を用いて、市民との良好な関係を築くために働いている。グースクリーク地域には3つの高校がある。グースクリーク高校とストラットフォード高校は、グースクリーク市内の高校生に対応し、ケインベイ高校は、市域外にあり、市内と市外の生徒を受け入れている。グースクリーク高校には、バークレー群芸術校も入っており、創作、音楽、 ダンス、演劇、発声の学科がある。それぞれが生徒の才能を引き伸ばすことに重点が置かれている。生徒はトライアウトを受け、その学科の入学を許可される必要がある。新卒者のみが受け入れられる。ありがとうございます。